カ島渡は、福岡県福岡市博多区出身のプロ野球選手。左投げ左だ。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。福岡市立吉塚小学校の1年時に、冷静少年ファイターズで、軟式野球を始める。3年時から、ソフトボールチームの吉塚クリッパーズに移ると、外野手兼一塁一種として5年時に、九州大会へ出場。 福岡市立吉塚中学校への入学後に、ボーイズリーグのドリームフューチャーズへ参加すると、2年次に外野手から投手へ転校した。飯塚高等学校への進学後は、1年次夏の選手権福岡大会からベンチ入り。AS の座を掴んだ2年次の秋と3年次の春には、チームの九州大会出場に貢献した。 第90回全国高等学校野球選手権、記念大会への出場校を決める3年夏の福岡大会では、日本アサヒ、河野元気、榎本葵などを要する九州、国際大学附属高等学校を準々決勝で破るなどの快進撃で、チームを学校創立46年目で、初めて甲子園球場での全国大会出場に導いた。記念大会では、 浦添商業高校との初戦に先発したが、試合中に爪が割れたこともあって、8回を11、被安打7失点という内容で、敗戦投手になった。2008年の NPB ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから6巡目で指名。契約金3、0円、年俸600万円という条件で入団した。背番号は58。2009年、 8月13日の対福岡ソフトバンクホークス戦で、救援投手として一軍公式戦へのデビューを果たした。高校から直接楽天へ入団した、新人投手による一軍公式戦への登板は、2007年に、右投手の田中正宏が記録して、以来二人目で、左投手では初めてであった。イースタンリーグ公式戦には11試合に登板し、一勝、止まりながら、 防御率2.82位をマーク。2010年、公式戦の開幕から一軍に入ると、4月25日の、対北海道日本ハームファイターズ戦で、プロ初ホールドをマーク。一軍公式戦全体でも、12試合の登板で後ホールドを上げた。2011年、故障の影響で入団後初めて一軍公式戦に、登板しなかったものの、イースタンリーグ公式戦では、 13試合の登板で4勝2敗、防御率3.10を記録した。2012年5月1日の対埼玉西部ライオンズ戦で1軍公式戦初先発を果たすと、6回に3鬼飛安打1失点で初勝利を挙げた。5月23日の中日ドラゴンズ戦で2勝目を挙げたが、登板中に左手の中指を痛めた影響で、 およそ2ヶ月間の戦線を離脱した。7月15日に一軍へ復帰してからは、先発ローテーションの一角に定着し、見間額と並ぶ、チーム2位の発祥を挙げた。2013年7月31日、小町スタジアムにて2013年、シーズン前に左肘を痛めた影響で、一軍公式戦でのシーズン初登板は7月31日の西武戦にまでずれ込んだが、 後半戦だけで3勝をマーク。球団史上初のパシフィックリーグ優勝の一翼を担った。ポストシーズンでも、チバロッテマリーンズとのクライマックスシリーズファーストステージ第4戦と、読売ジャイアンツとの日本シリーズ第5戦に先発。日本シリーズ第5戦では、勝敗がつかなかったものの、5回を1飛安打無失点と、先発の役割を果たした。 シリーズ終了後の12月25日に結婚を発表。2014年7月5日に第一子が誕生。入団後初めてシーズンを通じて一軍の先発ローテーションに定着し、9月7日の対、千葉ロッテマリーンズ21回戦で一軍公式戦初の完封勝利を挙げた。脱線の援護に恵まれず、リーグ最多対の13敗を喫したが、リーグの規定投球回へ、 初めて到達し、リーグ10位の防御率3.79を記録した。2015年、オープン戦期間中の3月上旬に背中を痛めた影響で公式戦を2軍でスタート。さらに、右手親指付近の石灰化に見舞われ、4月中旬に幹部の除去手術を受けた。5月22日の対西部戦に先発投手として、1軍公式戦のシーズン初登板を果たすと、 八回を一飛安打一失点に抑え、シーズン初勝利を挙げるもシーズンを通しては夏場に調子を落とし5勝7敗と負け越した。シーズン終了後の契約交渉では、球団から初めて原報を提示され前年から900万円減の推定年俸3、300万円という条件で契約を公開した。2016年、 一軍公式戦の開幕当初に先発で一勝を挙げたものの、左肩に炎症が生じた影響で、4月18日に出場選手登録を抹消。シーズン2勝目は、9月4日の対福岡ソフトバンクホークス戦の先発登板にまで持ち越され、シーズンを通して3勝7敗と4年連続で負け越した。シーズン終了後には、前年に続く減報を条件に契約を公開した。 2017年、公式戦の開幕から一軍の先発ローテーションへ入る予定だった、岸高行、安楽里次第が相次いで戦線を離脱したことを背景に、4月1日にオリックスバファローズとの開幕カード第2戦で先発登板。この試合に6回2失点で勝利したことを皮切りに、4月中の先発登板3試合でいずれも勝利投手になった。また、 広崎市春香夢球場としては、初めての一軍公式戦であった6月28日の対オリックス戦に先発で勝利するなど、地方球場での開催試合だけで4勝をマーク。レギュラーシーズンの一軍公式戦では8勝8敗、防御率4.19と、チーム2年不利の CS 進出に貢献。CS でもソフトバンクとのファイナルステージ第2戦に、 先発し6回途中1失点の高頭で勝利に貢献した。シーズン終了後の契約公開で1、200万円増の推定4、200万円で契約公開した。2018年前年に続いて開幕から1軍の先発ローテーションに定着。9月27日には、対ロッテ戦での救援当番によって1、軍公式戦で初めてのセーブを挙げた。 リーグの規定投球回数には届かなかったものの、前年を上回る投球回数を記録したが、年間通して、打線との巡り合わせが悪い試合が多く、4勝9敗、1セーブと負け越した。2019年、レギュラーシーズンの前半戦は、岸谷や範本を開幕から故障で欠く、チーム事情を背景に、見間と並んで1軍の先発ローテーションで活躍。6月から調子を落とし、 8月以降は、中継ぎや、いわゆる、第2先発も経験したが、9月7日の対、西部戦という条件で契約を公開する一方で、先発以外での起用に対する評価の明確化を、球団に求めた。2020年、オープン戦の先発登板で打ち込まれ湯げはやと、松井裕貴ら先発左腕が対等したことで、前年までとは一転して、 レギュラーシーズンの開幕を一軍の救援要員として迎えた。開幕後の公式戦ではワンポイントの起用で自身2年ぶりのセーブを挙げたものの防御率6.52と制裁をかけ8月6日に出場選手登録抹消。以降は先発要員として一軍と二軍を往復し10月29日の対西部戦でようやくシーズン初勝利を挙げたが、 この一生のみに止まり防御率4.93と低迷した。シーズンオフには1、100万円ダウンとなる後、100万円で契約公開した。平均球速約時速1 3 7トル最速時速1 4 5トルの速球と、緩いカーブ、スライダー、チェンジアップなどの変化球を操り、打たせて取る投球が持ち味。元々は細身で、 飯塚高校への入学時点での体重はわずか 53kg だったが、在学中のトレーニングで 15kg 増やした。楽天への入団3年目には、体重をさらに増やす目的で、春季キャンプの前に田中正宏やダルビッシュ優と合同で、自主トレーニングに臨んでいる。投手成績打撃成績、ありがとうございます。